あのおむすび番、おむすび番って、おむすび番すき焼き。はい、こんにちは、こんばんは、ポテリンコです。今日はお家から飲んで食べていきたいと思います。ポポちゃんのご飯をね、しっかり作ってみました。大好きな納豆に、チーズに、ささみに、リンゴにね、パンに、キャベツのボイルもね、一緒に作ってみました。チンしただけやけど。はい、今日最初に乾杯するのは、フォクシーズロックの IPA でね、まずは乾杯したいと思います。今日は丸岡のね、餃子と一緒に乾杯したいと思います。それではいただきます。乾杯！ポちゃん、乾杯！はい、チュッ。よし。どうぞ、いただきます。おいしい、苦味があってね、すっごいおいしい。でね、今日は手羽のね、餃子も一緒にね、食べていきたいと思います。トマト。このね、おいしいトマトを見つけてきました。食べたいと思います。先にね、野菜を摂取しときたいと思います。ポポちゃん美味しいですか？わ、ポポちゃんすっごいなんかよだれが。いただきます。うん、美味しい。甘酸っぱい。うん、うん、美味しかった。餃子を食べてよ。パリパリって、うん、何個ぐらいパリって、もうね、すっごいもちもち、もちもちでね、すごくね、美味しそう。うん、2つ取れちゃった。2つガブッといこうか、せっかくやけど。うん、おいしい。もうね、こう焼き目のところはパリッとしとるんやけど、皮がね、蒸し焼きにしてる方がね、プリンとしとって、中のね、具材がすっごいね、ニンニクは効いとるんやけど、すっごいね、あっさり、すっごーく美味しい。なんなんやろうな、肉肉しくなくて、本当にね、あっさり美味しく食べれる。最高でございます。本当に優秀ございます。ぽっちゃんもごちそうさまです。いっぱい食べました。サラダもね、一緒に食べたいと思います。本当にね、この餃子が美味しい。もうでもお休み前とかにね、じゃないとね、結構ニンニクがね、パンチが効いております。うん、ちょっとドレッシングはかけておりませんが、この餃子と一緒にお野菜を食べたいと思います。すごくね、プリンとした手羽の餃子。うん、
チューって。すごくね、おいしい。ビールによく合います。ちょっとサラダと一緒。なんかこう、丸岡さんの餃子は本当にね、おいしい。もうなんか、なんやろうな、なんか皮もプローンとしとってすごくあっさりなんやけど、すごいこうパンチのある美味しさ。多分餃子が苦手な人でも餃子好きになってしまうぐらい美味しい餃子、うん、このね、餃子のね、丸岡さんのタレね、すごくね美味しいです。あまり酸っぱみも少ないんかな。あれ、開いてなかった。もう出るかと思ったらね、開いてなかった。まさかの。美味しいこのタレ。大好きだわ。うん、美味しかった。やっぱこの苦味があるのが IPA やな。美味しい。美味しかったです。はい、じゃあね、ビールも飲んで、今からハイボールをね、飲みたいと思います。いただきます。あ、美味しい。で、今ね、あの第2便の餃子をシェフがね、焼いてくれてますので、ジューってね、音が多分したり、パリッとかね、ガシャンとかね、音がしますが、餃子を焼き中と皆様思ってください。ポテリンコは食べて飲んどきたいと思います。うん、これ絶対餃子のっけてから食べたら美味しいと思う。もうね、手でいきます。すごい、結構これこってりそうに見えるけど、結構あっさりのね、手羽先餃子。ここの手のところっていうんかな、こうすごくいいおつまみ。こう一口でパクって食べれるけん、多分もうそろそろね、餃子も焼き上がるんやないでしょうか。シェフがね、キッチンに立っております。私ひたすら食べて飲みます。いい具合になんかもう酔った。うん、よいしょ。はい、第2便のね、餃子が焼き上がったようです。すごくね、あっち、さあ焼きたてを、熱々を食べましょう。ヒーハー、なんでヒーハーやったのか分からんけど、マイブームやな今、ヒーハーがな。うわお、ちょっと一個ずついこう。おいしい。やっぱりあっさりしとるよな。
肉肉しくなくて美味しい。すっごい美味しい。あっさりだよな。すごい独り言でなんか餃子と会話してしまうけど。このね、こうパンチの効いてあっさりした餃子を食べたら、やっぱりこう無性にね、この餃子が食べたくなる日がやってくるんよな。中毒性になる餃子。餃子を食べてからデザートタイム行きたいと思います。美味しかったでね。はい、見て、かわいいでしょ。これね、絵が出るね、パンで手作りなんですが、ラスクにね、もうなってます。トパンさん、宮崎にね、パン教室をされてるんですが、トパンさんのね、かわいいパンをね、この、すごくね、丁寧にね、一個ずつ、こうやって、ちゃんと見えちゃうかな。デコ餅。これおむすびマン、すごくないですか？お餅、だるまやったり、ピンクパンサーと、これは、これ、このキャラクターがね、わからんのやけど、なんやろか。こういうね、かわいいね、パンやったり、お餅がね、作れるんです。これをね、デザートでね、食べたいと思います。デザートがあるとね、嬉しい。じゃあ、ラスクをね、食べたいと思います。じゃあ、いただきます。ラスクにしてね、食べても美味しい。ふかふかのパンも美味しいんやろうけど、すごくね、ラスクカリカリで美味しい。バターの風味がふわっと香ってね、美味しい、最高。バターの風味がふわっとして、お砂糖のラスクの加減も美味しい。美味しかった。ちょっとこれはね、大事にちょっと食べよう。じゃあね、ハイボールも氷がなくなったついでにね、ちょっとお餅をね、湯がいてきます。
あ、反対向いちゃった。反対向いちゃった。反対向いちゃったよ。はい、茹で上がりました。ちょっとね、ピンクパンサーの方ね、ちょっとこのひげがちょっと取れてしまった感じがするんやけど、はい、美味しそうです。でね、きな粉と、きな粉につけて食べたいと思います。いただきます。うん、あの、おむすびパン、おむすびパンって、おむすびマン好きやけん、おむすびマンから、あ、ちょっと目のところに触った、ごめんごめん。おむすびマンね、食べたいと思います。このまま食べても美味しそうなんやけど、ちょっとね、きな粉につけて。本当に可愛いよ、めちゃくちゃ可愛い。いただきます。うん、お団子っぽい感じかな。あの、いや、でもこのままでも甘、美味しいよ。つけんでも美味しいんやないやろか。なんかちょっとほんのり甘い感じがしたけど、今度つけんで食べてみる。美味しい。ご利益がありそうなだるまさん、そのまま食べてみます。うんうん、やっぱりほんのり甘い感じ、味がする。おいしい、楽しい。ガチャピン？違うのかな。うん、おいしい。つるんてつるんて。おいしい。最後このピンクパンサーはきなこちゃんにつけようかな。あ、美味しい。これは本当にね、自分で作ってみたい。楽しそう。美味しかった。うん、ちょっとこのラスクもちょっと食べたいけど。かった。ごちそうさまでした。とってもね、美味しいね、ラスクにね、デコ餅でした。もうね、ハイボールにもね、よくデザートに合いました。ほんのり甘いね、お餅で、そのまま食べてもいいしね、このきな粉で食べてもいいし、多分甘醤油っていうかな、甘いね、お醤油で食べてもね、すごくね、美味しいと思います。楽しく見てもらえたら、グッドボタンとご一緒にチャンネル登録の方よろしくお願いします。Twitter、Instagram、TikTok やってます。ぜひぜひ覗いてみてください。以上、ポテリンゴでした。バイバイ、美味しかったです。